こんにちは、こんばんは、霊夢です。赤井です。え？あ、こんにちは、こんばんは、マリサです。黄色いです。さあ、適当に挨拶も済ませたところだし、今回のテーマの説明をするか。ここはお前の適当な挨拶に対応できたマリサちゃんを褒めるべきでは？はいはい、えらいえらい、黄色い黄色い。なんだよ、黄色いってそれ褒めてんの。褒めてるに決まってるじゃん。マリサから黄色を取ったらただの差なんだぜ。なんでマリがなくなるんだよ。そんなことよりすごいパークを見つけたんだよ。そんな、こと？隠密の追跡規制パークなんだけど、オブセッションをフックにすることで1トークンを獲得できて、1トークンにつき心音範囲が4メートル減少するんだぜ。4トークンまで獲得できるから最大16メートル心音範囲を減少させれるよ。え？あ、ごめん、説明を続けてくれ。急に変な声を出すなよ。つまり心音範囲が24メートルのトリスタ君が使うと、トークンを最大まで獲得できればトリスタ君の心音範囲が8メートルになるんだよね。そして室内マップを指定すればより奇襲しやすくなるってわけさ。この時マリサは確信した。隠密の追跡はチェイス中のみ心音範囲が減少するパークだけど、なんか常に心音範囲が減少すると勘違いしてるな。でも面白そうだから黙っておこう。心音範囲8メートルのトリスタ君なかなか良くない？なるほどね、霊夢にしてはよく考えられた作戦じゃないか。そうだろそうだろ。本当は観客をつけてより心音範囲を狭めたかったけど、まだ育成途中でパークがなかったからそれは今度やろうと思うよ。で、何この切ない BGM は？あ、気にしないでくれ。これは今動画編集しているループ主の悲しみの音楽だよ。いや、めっちゃ気になること言うじゃんか。とりあえず音楽止めてくれ。あ、はい。このパークを生かすためにはまずはオブセッションを釣ってトークンを稼がなきゃね。釣ったサバイバーが救助されたな。ここから近いし救助狩り狙えそうだね。どうやら助けたのはネアみたいだね。オブセッションだったら嬉しかったんだけど。なるべく序盤にトークンを稼ぎたいもんな。そうだね。このままクロちゃん追いかけてもよかったけど、トンネルはあんまり好きじゃないからネアを追いかけるぜ。おや、この音は、霊夢気づいてる？当たり前じゃないか、今回のサバイバーはみんな美女揃いだね。違うわ。誰かが発電機修理してる音に気づいてるか聞いたんだよ。あ、もちろんだよい。よい、何その語尾当てりすぎて、どっかの大物海賊団の一番大隊長みたいになってたぞ。最近ワンピース読み始めました。意識してたんかい。っていうか霊夢、メインイベントって知ってる？マジか霊夢、左下のゲージが溜まると自動で発動するトリスタの能力なんだけど。え、そうなの？試してみるか。なぜ今使うの？なるほど。メインイベントは発動したら自動的に高速でナイフを投げて、なおかつメインイベントのナイフ投げは移動速度は減少せずにナイフも減らないのか。さっきのメインイベントの試し打ちでそこまでわかるのすごくない？むむむ、これはオブセッションの匂い。なんでわかるんだよ、気持ち悪い。なんかクワガタの匂いするからかな？クワガタ？ほらオブセッションのマークってクワガタ虫の角みたいじゃない？ほらー。わからんことはないが、今言うことじゃないだろ。ゲームに集中しな。よし、これでやっと1トークン獲得だぜ。この人を釣ったら4メートル心音範囲が減るから奇襲しやすくなるよ。霊夢は心音範囲が常に減ると思っております。正しくはチェイス中にのみ心音範囲が減ります。でも面白そうだから私は黙ってるぜ。うん、なんか言ったかマリサ。何にもです。ゴビが笑ってるのが気になるけど、マリサが笑っていてくれて嬉しいぜ。そして力技でイタを倒させない技術。それは技術ではなくただのフィジカルだぜ。 DDD とはフィジカルが大事なんだぜ。何言ってるんだこいつ。ナイフが跳ね返って運よく当たったね。霊夢のくせになかなか順調じゃないか。そうだろう？何を隠そう、今回のナイフはただのナイフじゃないからね。へえ、いつもと何が違うんだ？ナイフ1本100円になります。あ、ただじゃないってそういうことかよ、しょうもないな。オブセッションのモデルを発見いたしました。なんか投げたナイフの当たり判定が広くないか？よくぞ聞いてくれたマリサ。今回アドオンで一致の効いた復活アイテムというものをつけていて、サバイバー以外に当たると砕け散り、砕け散った破片にサバイバーが当たると 50% の劣勝を与えることができるんだぜ。いや、それをさっき説明しろよ。何が100円のただじゃないナイフだ。つまらないボケを入れやがって。そういうの好きなくせに。うぜぇ。これでオブセッション2回釣ったから心音範囲が合計で8メートル減ったね。何度も言いますが、霊夢はパークの効果を勘違いしております。追跡中のみ心音範囲が減少いたします。うん、なんか言ったかマリサ。あ、いや気にしないでゲームに集中してくれ。おう。あ、モレルが救助されたな。ジルがオブセッションのモレルを救助して、モレルからジルにオブセッションが移り変わったね。おいおいおい、めちゃくちゃ情報量多いこと言うなよ。ジルがモレルを救助したで大体伝わるだろ。なんか面白いこと言おうとしたけど、結果自分でもわけわかんなくなっちゃった。実況者だからって無理して面白いこと言わなくてもいいと思うぞ。まだ初心者なんだし、技術やトーク力は後からついてくるさ。見て見て、マリサダウン取れたよ。聞けよ。今私がちょっといいこと言ってただろうが、なんか恥ずかしくなってきたわ。無理していいこと言おうとしなくてもいいんじゃない？人間自然体が一番だよ。それこっちのセリフなんだよ、クソが。時は過ぎ。釣りペースは悪くないんだけど、ヒントを釣りしてるせいでちょっと危ない試合になってきているな。残り発電機2台だし雲行きが怪しいぜ。まあ肩の力抜けよマリサ。焦っていてもいい結果なんか出ないぜ。ほらモレルもダウン取れたことだし、そこまで悪くないんじゃない？相変わらず能天気だな。私らしいだろ。さて近くのフックはどこだろうな。サバイバーを担いだまま板を通るとは警戒心がなさすぎだな。なんてこと言うんだ。フリー。あ、思ってたのと違うこと言ってたんだ。疑ってすまんな、どういう意味だったんだ。あなたを解放する。怖い怖い怖い。チェイス中に言うと違った意味に聞こえて怖いよ。あなたを。
える。いちいち怖い言い方しなくてもいいんだよ。はい、解放のナイフをドン、解放のフックをバーン。何ちょっとハマってるんだよ。っていうかその翻訳合ってるの？ Google 翻訳様だぞ、間違ってるわけがないだろ。 Google 翻訳様は思ったよりガバガバなんだぞ。しかし仮に翻訳が間違ってたとしても Google 翻訳のせいにできるから私にはノーダメなんですよ。もうめ、最近の若いやつはすぐに責任転嫁しやがる。若いって、そんな。褒めてないんだよ。もうその話はいいから汁を追いなさい。あいあいさ。こんな開けた場所に逃げ込んでいいのかな。トリックスターにとっては絶好の狩り場ですな。ほらほらナイフ投げちゃうよ。バットで殴っちゃうよ。余裕ぶっこいてたら痛い目見るぞ。あ。畜生がー。ほら言わんこっちゃない。余裕ぶってたわけじゃないんだけど、ナイフ構えるボタン連打しちゃうとバット構えたりナイフ構えたりして何にもできなくなっちゃう。そして霊夢に絶望を届ける通電ノート。霊夢ちゃんの役当たりアタック。ここに罪もない犠牲者がまた一人。人間とは生きてるだけで罪深い生き物なんですよ。特にお前。やかましいよ。もう通電して後がないんだからシャキシャキ動きな。はーい。ゲートから遠くて来るのに時間かかったよ。しかしまだゲートも開いてないしサバイバーもいるじゃないか。おお、神様感謝します。神様なんて信じてないくせによく言うぜ。この感謝を噛みしめ咀嚼し飲み込んで排泄します。出すな出すなバッチリな。そうしてこいつが生まれたってわけさ。生まれたんじゃなくてただの排泄物だろうが。よし、ダウン取ったぞ。最後の一人も近くにいたから這いずり放置するぜ。せっかくだから全滅狙いたいもんな。よし、こいつが最後の一人だ。隠密の追跡の効果で気づかなかっただろ。そういやこいつ勘違いしてたんだな、忘れてたぜ。トークンが3つも溜まってるからね。12メートルも心音範囲が狭まってるぜ。お、おうもう一息だな。やばい、ネタバラシしにくい空気になってきた。でもまあいいか、レイムも楽しんでるし。よし、この開けた場所だったらナイフでダウン取れそうだよ。周りの障害物に当たっても裂傷入るから楽だね。半ばサバイバーも諦めてる感じがするね。これで最後のサバイバーをダウン取れたし、動画としては上々ではなかろうか。え、動画にするのこれ？なんで？結構いい試合だったじゃないか。取れ高もバッチシだし。困るのは私じゃないし、まあいいか。それでは皆様もぜひ今回の構成試してみてください。ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサでした。